浦和レッズのクラブ設立30周年を迎える記念すべきシーズン。これまで数々のドラマが繰り広げられてきました。優勝や降格、引退、そして別れなど、辛い時も嬉しい時も時には選手とぶつかり合いながら一緒に戦ってきました。そこで今回の企画は、ファンサポーターが選ぶ印象に残っている試合トップ10を発表していきたいと思います。今週もインスタとツイッターで募集し、200人の方から投稿いただきました。ありがとうございます。それでは参りましょう。ファンサポーターが選ぶ印象に残った試合トップ10はこちら。まず10位から6位はこちらになっています。じゃん。第10位は5票獲得した2017年の ACL 準優勝、川崎戦です。等々力陸上競技場で行われたファーストレグでは1対3で川崎に敗れ、ホームハイスタで行われた一戦は試合開始早々1点奪われるものの、見事4点を奪い大逆転勝利でベスト4進出を決めました。続いて第9位は6票獲得した2007年の最終節横浜 FC 戦です。第21節から首位を独走するレッズは、最終節に史上最速で降格を決めた横浜 FC を迎え撃ち、誰もが予想だにしなかった敗戦を喫し、鹿島にまさかの大逆転優勝を許しました。続いて第8位は8票獲得した2012年最終節名古屋グランパス戦です。最終節を目前に順位を5位まで落とし、 ACL 出場が厳しい状況の中で秋野選手のスーパーゴールなどで2対0で勝利し、他の会場の結果も告げられ、最終的に順位を3位まで上げて見事 ACL 出場の切符を獲得しました。続いて第7位は9票獲得した2016年チャンピオンシップ第2戦鹿島戦です。歴代最多タイでもある年間勝ち点74でレギュラーシーズン1位になるものの、チャンピオンシップで年間勝ち点59の鹿島にアウェーゴールの差で敗れ、残酷な結果で幕を下ろしたチャンピオンシップが第7位に選ばれました。続いて第6位は11票獲得した2007年のACL 決勝セパハン戦です。かつて J リーグのお荷物と言われていたクラブが、日本勢で初となるアジアナンバーワンの称号を手にしました。トーナメントを勝ち進むにつれて、選手たちの疲労もどんどん蓄積される中で、サポーターの熱い声援が力となり、選手とサポーターが一体となってアジアの頂点をつかみ取った試合が第6位に選ばれました。浦山チャンネル、ここからはトップ5を発表していきたいと思います。続いて第5位は13票獲得した2016年ルヴァンカップ決勝ガンバ戦です。ミシャ監督就任後、2013年から優勝目前で負け続け、このチームじゃ優勝できないと言われてきた中で、因縁の相手ガンバを PK で下し、10年ぶりにタイトルを獲得しました。これまでたくさん悔し涙を流した分、優勝した時の嬉しさが半端なかった、レッズそして選手たちを信じてきてよかったなどのコメントが印象的でした。優勝の瞬間、これまでの悔しさが払拭されたように、選手たちの喜ぶ姿が今でも忘れられません。西田監督と一緒に掴み取った初タイトルが見事第5位に選ばれました。続いて第4位は15票獲得した2007年の ACL 準決勝ソンナム戦です。試合は2戦合計4対4の引き分けで、延長戦でも決着がつかず、勝負の行方は PK へともつれ込みました。決勝進出をかけた運命の PK 戦、大勢のサポーターがゴール裏に集まり、12人目の選手として共に戦う姿は世界中で話題になりました。選手も足がつるまで走ってたけど、
サポーターも喉が潰れるまで声を出し切りました。このコメントが印象的でした。浦和レッズの恐ろしさを無に知らしめた試合が第4位に選ばれました。いよいよトップ3の発表です。第3位は18票獲得した2006年最終節ガンバ大阪戦です。 J リーグ記録を更新する62,441 人のサポーターが詰めかけた埼玉スタジアムは真っ赤に埋め尽くされました。レッツにはトゥーリオ選手、長谷部選手、小野伸二選手といった豪華タレント陣に対し、ガンバも宮本選手、遠藤選手、家永選手と、こちらも代表選手が揃い、ナショナルダービーにふさわしい試合が最終節に繰り広げられました。前半21分に失点を許すと、浦和の攻撃陣が目を覚まし、ポンテ選手、ワシントン選手の強力外国人コンビで、前半だけで一気に逆転します。そして、後半14分、トゥーリオ選手のヘディングの折り返しに、ワシントン選手が頭で流し込み、試合を決定づける3点目を奪い、3対1でリーグ戦初制覇に輝きました。リーグ戦初タイトルの瞬間は最高だった。この数多くのコメントが寄せられました。レッズの黄金期を築き上げ、大観衆が詰めかけた中で、タイトルを掴んだ試合が見事第3位に選ばれました。続いて第2位は20票獲得した2021年の天皇杯決勝大分トリニータ戦です。これまでレッズを牽引してきた選手たちがチームを去ることが決まり、泣いても笑っても共に戦うのが最後のゲームで、浦和の男が見せてくれました。準決勝では宇賀神選手のゴールに続き、決勝では後半終了間際に同点に追いつかれるものの、牧野選手のアディショナルタイム劇的決勝弾で見事天皇杯優勝、 ACL の切符を掴み取りました。送り出される選手と送り出す選手がこの試合にかけた強い気持ちが全員から感じられ、気持ちで相手を上回っていたのがこの試合勝てた要因ではないかと思います。牧野選手が最後のピッチに入る姿、ゴールを決める姿、サポーターのもとに駆け寄る姿、選手と向き合う姿、全てがかっこよすぎたとのメッセージがとても共感できて印象的でした。サポーターの記憶にも新しいドラマチックなシナリオを作り上げた天皇杯決勝が見事2位に選ばれました。そして栄える第1位は22票獲得した2017年 ACL 決勝アルヒラル戦です。満員のサイスタで緊迫した雰囲気の中で行われた一戦は、後半42分武藤選手のパスにラファエル・シルバ選手が抜け出し、目を覚ますような豪快な一撃で10年ぶりのアジア王者に輝きました。この年は李社監督の解任など、決して全てが満足いくシーズンではなかったと思います。そんな中でも決勝トーナメントでは、これまでの勝負弱さを払拭するような数々の劇的逆転勝利を収め、かつての黄金期を思い出させるような最高の雰囲気で、最高の仲間と共に優勝をつかみ取りました。興奮と嬉しさで涙が止まらなかった2007年のサポーターの声援が蘇ってきたかのような声援だったとのコメントが数多く寄せられました。本当の浦和の強さを世界中に見せつけた ACL 決勝が見事1位に選ばれました。いかがだったでしょうか。ちなみに私が選ぶ記憶に残る試合ベスト3も過去の動画にアップしているので、ぜひ概要欄から見てみてください。今回はこれまでのランキングに比べ票がだいぶ分散しました。初めて見に行った試合だったり、スーパーゴール、レッズを好きになったきっかけの試合など、個人として印象に残った試合がたくさん挙げられました。そんな中でもやはりタイトルを取った試合、
タイトル目前に優勝を逃してしまった試合はサポーターの記憶にも深く刻み込まれているのだなと今回のランキングを見て感じました。偉大な選手たちが築き上げてきてくれた歴史を忘れずに、浦和のエンブレムを背負う誇りを持って新たな歴史に名を刻みましょう。今日の動画はこれでおしまいです。いいよ。レッツ。